学習会始まりまーす。皆さんこんにちは。実行委員の山下です。今日は生協がこれまで環境に配慮しながら行ってきた商品作りを学び、社会的背景や果たしてきた役割、それが SDGs やエシカル商品につながっていることや、近年話題になっているプラスチック問題について学んでいきます。今回講師として日本生協連社会地域活動推進部の白木さん、第二商品本部の設楽さんにお話ししていただきます。白木さん、設楽さん、よろしくお願いします。学習会は前半と後半に分けて進めます。まず前半は白木さんに生協における環境問題への取り組みとプラスチック問題とは何かについてお話ししていただきます。それでは白木さん、よろしくお願いします。はい、改めまして日本生協連の白木でございます。私はですね、日本生協連のサステナビリティ推進グループというところに所属をしておりまして、その名の通り全国の生協さんの環境やサステナビリティの取り組みを、例えば政策立案とか情報発信等で支援をしていくと、まあ、そんな、立場でございます。はい、で私からはですね、先ほどご紹介いただきましたけれども、今日お話しすることの 1,2,3,4 あるうちのですね、まあ、2つですね、生協における環境問題の取り組みとして1960年代から今に至るまで、それから2030年に向けて生協としてどんなことをしていこうとしているのかをまず最初にお話をし、その上でですね、改めて今日のテーマであるプラスチック問題とは何かについて、まあ、問題の整理をしたいと思います。その上で3番4番で交付商品におけるプラスチック採用、暮らしの中でできること、こちらはこの3、4は設楽のパートになりますけれども、次に引き継いでいくと、まあ、そんな格好で今日お話をさせていただく予定でございます。はい、では早速中身に入ってまいりますね。生協における環境問題の取り組みというところで、まず私からですね、その60年代ぐらいに遡りまして、その当時の社会問題、環境問題に対して交付商品としてどのような対応をしてきたかというところを、いくつか象徴的な商品をご紹介しながらお伝えをしていきたいと思います。まあ、すでに交付商品のこう60年の歩みの動画をご覧になられた皆様なら、改めて今でもないかもしれませんけれども、まあ、最初の商品は何かというところですね。はい、こちらでございます。医療用洗剤、交付ソフトでございます。でこの商品が何かというところでございますが、まさに産業公害への対応としての環境配慮という形で生まれたというストーリーを持っております。60年代といいますと、ここに書いておりますように、まさに合成洗剤の手荒れだとか河川汚染問題という、こういう身近な環境問題が話題になっていた時期でございまして、それに対して組合員参加の参加とともに、より良い洗剤を求めて作られたのがまさにこの商品でございました。で時代はさらにですね、この80年代に行きます。さあどんな商品が出てくるんでしょうか。はい、こちらでございます。皆様ご存知ロングセラー商品のですね、コープコアナンロールでございます。でこちらがですね、どういった背景を持っていたかといいますと、当時資源問題の対応としての環境配慮と書いてございますけれども、国際的な環境の会議の場ではですね、自然保護だとか持続的な開発、それからあとは森林保全、そういったことがですね、テーマとして挙げられた時期だったんですね。そういったものを背景にもらったのがまさにこのコアンロールでございまして、リサイクルパルプを使用して、まあ、エコにこだわった商品ですというふうなのが触れ込みでございます。ご存知の通り、今ではラインナップも拡充し、これだけの数が現在は登場しているという商品でございます。まあ、このことを改めて皆様と共有しておきたいと思います。そして時代はさらに90年代になります。まさにですね、何でしょうか。こちらでございます。ステイオンタブ飲料缶、これ一体どんな背景を持っているかといいますと、廃棄物ゴミ問題ですよね。象徴的なのがまさにこういった河川の中にですね、沈むプルタブでございます。こういった問題にどう対応していくかということで出した答えがまさにステイオンタブ飲料缶です。ここをですね、ついついクリックしたくなるんですけども、すいません、パワーポイント上なのでできないので、改めてコープ商品の歩みで、検索欄に入力していただいてですね、各自でご視聴いただければ、このストーリーがですね、しっかり見れますので、改めてお願いできればと思います。
まあ、このような格好で捨て4旅で飲料缶までできてきたことでですね、コープ商品を通じて環境問題の対応、生協は取り組んでまいりました。もちろんコープ商品だけではございません。このようにですね、様々な組合員活動、環境活動としても展開をされてきた歴史がございまして、70年代の後期にはですね、まあ、ごめんなさい、一部の生協さんから始まったんですけども、今に続くマイバッグ運動が始まり、80年代の後ろの方にはですね、組合員さんによる牛乳パック回収運動がございました。ここに少し小さく書いてあるんですけれども、なんと89年当時全国で回収されていた牛乳パックの2割を生協が回収していたと、そういった時代もございました。このようにですね、回収リサイクルが根付いたことによって今に続いてますけれども、お店や宅配でトレーやペットボトルのリサイクル回収というのが根付くようになり、一方で90年代といいますと、皆様の方で見られているかもしれませんけれども、環境測定ですね、酸性油、二酸化窒素の測定というものがなされるようになりました。2000年代、今度は水辺の生き物調査なり森林保全活動というのも展開されるに至りました。このように60年代から2000年代に、広がるにつれてですね、様々な展開活動してまいりましたので、この到達点を踏まえて体系化し、さらに次に生かしたいという思いでですね、2010年のことでしたが、政策にまとめました。それが2020年に向けた新たな環境政策という政策でございまして、この5つのテーマでやってきたというところでございます。 CO2 削減、再生可能エネルギーの普及、環境配慮商品の展開ですね、あとは廃棄物削減、そして環境保全活動という5つのテーマでございました。今日は残念ながら時間の関係でですね、細かく触れることができませんので、触りだけさささっとご紹介するにとどめますけれども、ちょっと見てください。こちらでございます。まずは CO2 排出量の削減でございます。政府はですね、全国的に、他社にも先駆けてこう目標感を持って進めてきた歴史がございます。2020年に2005年度比で 15% 減らそうという目標まで取り組んでまいりまして、最新の到達点はどうかといいますと 18% 減らすに至っておりますので、しっかり目標達成できる見込みであるという状況でございます。主な手段はお店の省エネ、それから再生可能エネルギーの利用というところでございました。はい、で CO2 削減のお仲間ではあるんですけれども、再生可能エネルギーの普及にも取り組んでまいりまして、これまた他の企業に見られない特徴なんですけれども、生協はですね、再生可能エネルギーを使うだけではなくて作るということを目標に掲げております。100メガワットです。100メガワットって一体どのぐらいなのかという話ですけれども、まあ、世帯数でいうと大体5万世帯分ぐらいが相当します。で5万世帯って一体どれぐらいなのって言いますとですね、例えばですが、私の住んでいるですね、東京都国立市というところがあるんですけれども、知ってる方いらっしゃいますかね。山口百恵とか三浦友和が住んでいたと、まあ、そういった町でございますけれども、そこの世帯数が約3万6000体でございます。世帯でございます。ですから私の住んでいる町の家庭の電気を十分に賄えるレベル の, もう再生可能エネルギー、再生可能エネルギーを作ろうよという目標に対して、今どうなったかって言いますと、このように太陽光、風力発電、送水力、さまざまな発電を施しまして、今103メガというところに達しておりますので、これも達成状況というところでございます。でもちろんですね、このように作った電気はちゃんと生かさなきゃならないというところで生かしているんですけども、どこに生かすかという点で言いますと、それぞれのオフィスですね、やりつつ、あと組合員さんへも供給をしております。でこれご存知の通りですね、九州で言いますとコープ電力さんがすでに展開されていますけれども、全国的にですね、これだけの、生協が電力事業に参入をしており、でこの規模たりは相当なものでして、ここに書いてございますが、新たに電力事業を始めた会社さんの中で販売電力量でいうとなんと9位に上るぐらいの規模にまで成長しているということがございます。じゃ続いて今度は環境配慮商品の展開はどうかって言いますと、これは皆さんも改めてね、言うまではないと思うんですけれども、環境配慮商品ということだけではなくて、まあ、産直商品等と含めまして、エシカル消費、対応商品というカテゴライズで今は展開をしております。でその中でも環境の商品に関しましては、次のスライドでございますけれども、認証商品といってですね、専門的な機関がですね、これはちゃんと環境や社会に配慮しているねと、まあ、認めた商品についてこのようにマークがつくんですけれども、こういったマークのついた商品を積極的に展開をするということを心がけてまいりました。とはいうものの、これに限らずですね、いろいろなマークが載っている商品というのは、広告商品にもさまざまございまして、皆様大体こう疑問に思いますよね。一体どの商品がサステナブルなのか、SDGsにつながるのかと。
という疑問をお持ちと思いますので、そういう投稿にお答えをしまして作りましたのが、つい最近のこのコープサステナブルというブランド体系でございます。何のために作ったのと言いますと、今お伝えしましたように、認証マークの種類が増える中、共通のロゴをパッケージに表示することによって組合員さんが見つけて選びやすくするために作りました。はい、まあ、エシカル消費対応商品の中の一カブランドとして位置づけておりますが、最初のラインナップとしてはこのようにオーガニック、海の資源の守り、海の資源を守ろう、森の資源を守ろうにつながる商品としてこれらがありますので、ぜひ、チラシだとかですね、お店で発見していただければと思います。ちなみにですね、この下にサステナブルシリーズ あのチラシがございますが、まあ、これ余談ですけれども、一番下のところにですね、子供が2人写ってるんですけども、実はこれ私の長男と次男でございまして、ちょっとあるきっかけでですね、ここに乗ることになりましたというのは、まあ、余談ですが、はい、そんなことがございました。時間もございませんので次に行きますとですね、もう今日も本題のプラスチック問題に関してはですね、やっぱ生協は古くから取り組んでまいりました。一例を挙げるだけでも、このようにトレイやタマコパックの量を、まあ、あのプラスチックの薄さ、厚さをですね、薄くするということ、内袋のサイズを少し短くするということ、レジ袋においては再生プラスチックに切り替えたり、植物由来プラスチックに切り替えたりということをどんどんやってまいりました。何もリサイクルに関しましては、容器包装だけではございません。このように食品リサイクルも取り組んでまいりまして、ちょっと細かくはご説明できないんですけれども、生協のリサイクル率 75% というのはですね、これなかなか驚異的な数字で、業界や法律が定める 60% を大きく上回る水準にあるということは、皆様と共に共有したいと思います。まあ、こういったですね、歴史のように積み重ねてまいりまして、じゃあこれからの10年間何をしようかというところで、生協の2030環境サステナビリティ政策というものをこの2年間作ってまいりました。スローガンとしてはここに書いてありますように、すべての人々が人間らしく生きられる豊かな地球を未来の子どもたちへというスローガンでございます。でこれはですね、このスローガンのもと、次のスライドに行きますけども、具体的なアクションプランを設定しているんですね。10の行動指針というものがございます。本当でしたら、これ1から10まで全て皆様にお伝えしたいところではございますけれども、今日はそのうちの今日、テーマに回答する4番と5番のみお伝えをします。生協事業で使用するプラスチック製容器包装と紙を削減します。また、持続可能な原材料への切り替えを進めます。そして5番、生協事業から排出される容器包装等の回収リサイクルを組合さんともに推進します。これを掲げた上でしっかり数値目標を作っております。真ん中です。2030年までに使い捨てプラスチック容器包装の使用量を 25% 減らそうという、なかなか意欲的な目標でございます。こういったものを掲げてこれからの10年間を取り組んでいく所存でございます。余談でございますけれども、これらの政策は日本生協連がですね、3年前に通常総会で、特別決議させていただきましたコープ SDGs 行動制限のうち、持続可能な生産と消費と温暖化対策、この2つの方針を具体化する政策にあたるという立て付けでございます。はい、ちょっと早くして恐縮なんですけれども、残りの時間でですね、私からはプラスチック問題とは何かという、いわば問題の所在を整理をさせていただきまして、下のパートにつなげたいというふうに思います。じゃあ中身ですけれども、なんでプラスチックってこれだけ問題になるかというとですね、それだけ普及してるからですよね。普及するからには当然理由がございまして、大きく挙げて4つが代表的なものとしてございます。一つは軽くて丈夫、携帯に便利というところでございまして、これはあのペットボトルの絵がありますけど、まさにこれがですね、イメージしやすい特徴ですよね。あともう一つはこの複合材が品質を長期間保つということがございますけれども、ここに書いてありますように、いくつかのプラスチックを重ね合わせて作ることによってですね、酸素や湿気を通しにくくすることで、賞味期間を長く取り、そしてまあ食品ロスの削減にも資する効果があるというふうなところで便利に使われてきました。他にも密封性、耐熱性に優れているので、やっぱり食品容器にもよく使われますし、あとは透明性があり着色も自由という、まあ、こういったメリットもございます。こういったメリットがあるからこそ、生協の中でもこれだけ長年の間、プラスチックを使われてきておりまして、特に宅配事業でも皆さんご存知のオリコンとシッパーにもプラスチックを使われているというところでございます。まあ、これは生協事業に限らず全国的にどんどん活用されてきましたので、その結果今どうなっているかというのがこちらのスライドでございますが、プラスチック利用は世界で急速に拡大してあります。今どれぐらいでしょう。生産量約4億トンです。1人当たりに置き換えると53キロ分のですね、生産をすでにプラスチックに関してはしており、かつこれは1950年の時点から比べるとなんと200倍に上がると。これだけ増えてこの後どうなるんだというと、実はまだまだ増える予測でございまして、この後はですね、あと10年で 1.4 倍という予測までございます。
今まで生産されたプラスチック量のうち、まあ、こちらあの WWF の研究結果によりますと 75% が廃プラになっており、かつ3分の1が自然界に出てしまっているのではないかというところで、まあ、ひどく問題化されているのがこの昨今の現状でございます。これは世界の現状ではございますけれども、じゃあ日本はどうなのと言いますと、廃棄量はプラスチック廃棄量は約1000万トンと書いています。まあ、ずっと1000万トンだったというよりは、このようにですね、まあ、過去は326万トンぐらいだったものが、95年には880万トンぐらいになり、そして2004年にピークを迎え、今は減って大体850万トンぐらいというところなんですけれども、じゃあですね、これがどれぐらいなのって言いますと、1人当たりに置き換えると、なんとアメリカについてその廃棄量は日本は2位というところでございますので、決して看過できる状況ではございません。大事なのはですね、その廃プラスチックの内訳が何なのかというところでございまして、ここに書いておりますけれども、半分はやっぱり容器包装、あとコンテナというような内訳になってございます。じゃあプラスチック問題って言うけれども、何が問題なんだろうと皆さんお思いと思いますので、じゃあ3つにですね、私の方で整理をさせていただきました。いずれもプラスチックの性質によるものでございます。一つは、何よりプラスチックの原料の今では大半がやっぱり石油を使った化石燃料だけですね。ですから当然作るときと、まあ、廃棄して燃やすときに CO2 を出しますから、地球温暖化問題に、地球温暖化を促進してしまうという部分がございますので、地球温暖化問題。それから石油はご存知の通り枯渇資源でございますので、当然使いすぎたり廃棄しすぎたりすれば、やっぱり資源枯渇を引き起こします。三つ目、プラスチックはですね、このように分解されにくいという性質がございますので、それが一旦廃棄されて海洋などで出てしまうと、海洋ごみや生態系のもの、生態系っていうのはですね、例えば、捨てられてしまった漁網だとかですね、それからレジ袋っていうのがこうよく引っかかったあの生き物の様子を見たことがあるかと思いますけれども、そういった意味での生態系問題を引き起こすというところがございます。じゃあ、こういった問題に対してどのように解決すればいいんだろうというところで、今日本で言われていますのが、こちらの3つでございます。先ほどお伝えをしました、原料が化石燃料だというところに関しては、つまり化石燃料じゃなくすればいいというところで、このように植物由来再生プラスチックにしようということと、あとはそう言っても、まず利用使用量を減らしましょうと、あとリサイクルしましょうということですね。まあ、こうすればですね、排出される CO2 が減りますから、結果的に温暖化問題への対策となり得るという意味でございます。もう一つ、石油は先ほど枯渇資源だというふうにお伝えをしました。なのでやっぱりこれも石油を使わない方向にすればいいわけですね。植物由来再生プラスチックに切り替えるということ、で何より使用量そのものを減らすということ、これをすることによって当然石油の使用量は減り、資源枯渇問題への対応もできるというところでございます。では最後に、プラスチックは分解されにくいという問題に対してはですね、このような解決策です。もちろん使用量を減らすそのものは重要ではございますけれども、何よりですね、成分解成分プラというのがあるわけですね。こちらはですね、水の中だったり地中のこう微生物に分解してもらうという性質のものなんですけれども、ただなかなか難しいのは、それをやってしまってですね、使いすぎ捨てすぎを助長してしまうのもちょっと問題ですので、今日本生協連としてはこの策は取っていない状況ではありますけれども、日本の中の施策の一つとしては位置づけられておりますので、まあ、これを切り替えることによってですね、まあ、自然環境の流出が抑制され、もしされても影響が少なくなる、従いまして海洋ごみ生態系への影響が回避できるという特徴がございます。はい、まあ、出てしまったごみに対してはですね、私たちの組合活動を通してごみの回収やクリーンアップもやっぱりどうしても必要になるというところは言い添えておきたいと思います。では最後にですね、私の方からこの問題、マイクロプラスチック問題にも皆さんご関心をお持ちだというふうにお伺いしましたので、最後にこの問題をお伝えをし、したらに引き継ぎたいと思います。このマイクロプラスチック問題、まあ、その前にマイクロプラスチックというのはそもそも何かというところでございますが、大きく2種類ございまして、一つはこう洗顔料等に入っているブツブツというかザラザラでしたよね。まあ、スクラブ剤として製造されたマイクロビーズが、まあ、とても小さいので排水とともに自然環境に出てしまったもの、一時的マイクロプラスチックと呼びます。もう一つがですね、レジ袋だとかペットボトルが、まあ、例えば海岸に打ち捨てられてですね、太陽光によって紫外線によって劣化をしてしまってバラバラになってしまってボロボロになる、まあ、そうしてできた二次的マイクロプラスチックというのがございますけれども、いずれもサイズとしては5ミリ以下
で、何が問題かっていうとですね、まあ、このことというよりもこれが汚染物質や化学物質を吸着しやすいという性質がございますので、仮にそれを魚が食べてしまい、そして最終的に人間がその魚を食べてしまうというところで、安全性や健康影響はどうなのかというのが今問題になっているところではございますが、まだですね、これについては限られた研究データしかございませんので、科学的評価に至っていないというのが現状でございます。はい。というところでですね、一旦私の方から大変早口で恐縮ですけれども、コープ商品が60年代から現在に至るまで何をしてきたか、そして2030年まで何をしようとしているのか、そしてプラスチック問題というのは一体どういうものを指していて、どういう解決策があり得るのかというところについてお話をさせていただきました。はい。というところでですね、一旦ここまでにさせていただきたいと思います。白木さん、ありがとうございました。皆さん、お話を聞いたご感想、またはご質問はございませんでしょうか。様々な環境活動が展開されてきてますが、70年代から2000年代、いろんな活動ありますよね。牛乳パックとか 20% 回収なんですけれど、現在、様々な、今マイバッグももう当たり前のようになってますけれど、現在のことを知りたいので教えてください。よろしくお願いします。はい、大変良いご質問ありがとうございました。そうですよね、今の状況知りたくなりますよね。というところでですね、じゃあ、牛乳パックの、回収率が、そうですね、資料の中では当時は2割だったとお伝えしましたけども、じゃあ今どのぐらいなのかといいますと、昨年の調査の段階ですと、生協内で回収した飲料紙パックっていうのは約1000トンぐらいです。それはですね、日本全体の比率でいうと、実は 1.67%、2% 弱なんですね。比率だけ見ると、なんか昔からすごい減ったなと思われるかもしれませんけれども、それは絶対そういうことではなくてですね、こういった生協の取り組みが地域に根付いたことによって、他業者さんとか自治体の回収がどんどん進んでいったというところがございまして、実際のところ、生協においても、当時と比べて回収品目と回収量というのはとても増えています。で、回収している品目に関しましても、先ほどトレイだとか、牛乳パック、卵パックをお伝えをしましたけれども、生協さんによってはですね、古紙ですね、だとか、あと廃食油、天ぷら油を回収しているというところもございます。ですから、量もですね、率で見ると、牛乳パックに関しては少し減っているところはありますけれども、少なくとも量と品目はかなり増えていて、少なくともムーブメントを作ったという事実はございますし、今でも十分いろんな業者さんから、業者さんというか業界さん、協会さんから、生協の回収リサイクルについては期待をしていますというお声をいただいている状況でございますので、引き続き組合さんとともにさらに回収ができるといいなというふうに思っているところでございます。はい、一旦以上です。2030環境サステナ政策数値目標のところで、商品カタログに使用する紙使用量を、2021年度で 25% 削減とあるんですけれども、これは具体的にはどういったことが考えられているのか教えていただきたいんですけれども、よろしくお願いします。はい、じゃあそちら私の方からお伝えをしたいと思います。今日の説明のところでは時間の関係ですっ飛ばしてしまったところだったんですけれども、おっしゃっていただいた通り、2030年に向けた環境サステナビリティ政策の中で、その紙使用量っていうのはですね、結構肝になる部分と考えています。で、と言いますのも、ちょっと背景を少しお伝えしたいと思うんですけれども、皆さんご存知の通り、紙の使用量っていうのは、日本全体でどんどん減ってきているんですね。それに対して、生協の中で主力事業である宅配カタログに使う紙使用量は、年々どんどん逆に増えてきていて、で、情報用紙みたいなカテゴライズで見るとですね、日本全体のそういった紙使用量のうち、生協のカタログに使う紙使用量が占める比率って 2% ぐらいになってきていて、これだけいろんな業者さんがいろんな情報を出してるのに、その分をもう 2% に生協が占めているという現状がございます。で、そういったところで、これは持続的な森林資源の活用という意味では、もちろんその再生紙の活用という面もあるんですけども、先ほどのプラスチックと同様に何よりちょっと少し、非効率に、紙を作って配布している部分があるんじゃないかという前提でですね、それを効率的にしていくという意味で削減をしていくという目標なんですけれども、手法としてはですね、
まあ、実はこの目標数字自体も今できることから考えたというよりも2030年にはこれだけできてた方がいいよねっていうバックキャスティングの発想で決めたものがございます、決めたところがございますので、具体的な手法は特段考えてないところあるんですけれども、会員席の皆様からこれをやればいけるか、ある程度できるかって言われておりますのが選択配布という仕組みでございまして、ウェブだけでできるよと注文できるという方には特段お配りせず、あるいはカタログの中にもこれはいるけれどもこれは今必要ないかなっていうものを選択できるようにするという、まあ、こういった仕組みを作っていくということが一つの手法としてはあり得るのかなというところを考えているところでございます。大変実はこの話を今日したかったんですけれども、なかなかできなかったのでご質問いただいて大変ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。一つだけお伺いしたいんですけど、先ほど出た環境サステナ政策数値目標のところなんですけど、あと要は9年で、まあ、目標までいかないといけないという現状を実際今のところはどれぐらい、アバウトでもいいんですけど、どれぐらい達成をしているのかなということで、それを知ることで私たち組合一人一人の意識も高まるんじゃないかと思うんですけど、もし大体分かればお願いします。皆様から今ご質問いただいているのはですね、まあ、このあたりですね、環境サステナ政策10の行動指針の、まあ、具体的にはこの数値目標になると思います。で、これ今どれだけできているかと言いますと、このうちですね、CO2 排出量と再生可能エネルギーだけはこれまでも目標を持っていたものであると。で、それ以外のこれらについては、今回新たに目標を設定したというものでございますので、この3つは下の3つはですね、まだこれから数値を取っていく段階ですので、どれだけ達成しているかというのはちょっと分からないところではあります。ただ肝心のプラスチックに入れることに関しては増えてます。この10年間明らかに使用量が増えてますので、むしろ2018年の時で減らしていくっていうのはもう増え続けているものをさらに減らしていかなきゃいけないので、かなりハードルは高い目標であるというところはご認識いただければと思います。多分 110% ぐらいまでなってますので、実質的には2018年の時に 25% ですけども、今からで考えればこれよりももっと減らしていかなきゃいけない目標にはなるというふうにお考えください。で、CO2 排出量と再エネに関して言いますと、 CO2 排出量もですね、これ結構意欲的な目標で、先ほどお伝えしましたように、まあ、あれは2005年の時でございましたけれども、今は 17-18% 削減、20% ぐらいの削減ですから、さらに今2倍以上減らしていかなきゃいけない目標ですし、再生可能エネルギーも今作れてるの100メガぐらいですから、2倍にしていかなきゃいけない目標というところで、どれもですね、今のままでは全然達成が不可能な目標ですので、もう事業の変革と組合者とともに進める意識改革というのが前提になるというところを、ぜひ共有させていただければと思いますので、皆様も組合員さんなり、いろいろな立場からですね、日本政協連なり常勤職員の皆さんに対していろいろこう後ろからバックアップをしていただければというふうに思ってますので、よろしくお願いします。はい、一旦以上です。今おうち時間が長いので、もう本当に宣伝っていうか、もっともっとみんなに知ってもらいたいので、チラシでっていうか、本当に環境のことに関して広報の面ではですね、全国政協として取り組みというので私が少しお伝えをしますけれども、確かにおっしゃるようにですね、これまでの政協の取り組みをこういう形で政協外の皆さんにお伝えすると、何政協ってそういうことやってたのとか驚かれること多いんですよね。再生可能エネルギーとか作ってるっていうことはこれ皆さん知らないし、少なくとも流通小売業でこれだけの規模を作ってる事業者は他にないはずですし、これだけのリサイクル率の高さの事業者もないはずです。で、私たちの中でもいろいろこう外部有識者を入れた専門委員会というのを作ってるんですけども、その先生たちも驚くんですよね。あ、こんなに政協さんやってるの、もっとしっかりアピールしなよっていう話がございますので、まあ、先ほど皆様と共有させていただいた2030年の環境サステナビリティ政策のですね、行動指針アクションプランがございまして、その10個目がですね、実は情報発信に関わるところなんですね。で、ただただ私たちの取り組みをアピールするだけではなくて、これから SDGs の達成に向けては政協だけじゃなくていろんな事業者とやっていかないとできないことっていっぱいあるんですよ。そういう意味では政協がこういうことをやってますよっていうのを発信しないとパートナーも生まれないわけですよね。だからただただアピールのためではなくて、新たなこう事業変革のためのパートナーシップ作りの面もあって、しっかりオール政協として
ちゃんとできているところはアピールしていこうというところは、改めて、まあ、この間、この政策で共有できているところでございますので、こう動きたいというところでご認識いただければと思います。はい、以上です。よろしくお願いします。他にご感想またはご質問はございませんか？飯野さん、お願いします。はい、今までのお話を聞いてですね、高度成長の時代の60年代から、環境配慮商品を開発したりとか環境活動が展開されてきたことを聞いて、やっぱ改めてホープって素晴らしいなということが確認できました。ただ現在が海に流出するプラスチックごみが年間800万トンとかいう試算も聞いたりとか、また国が2030年までに温室効果ガスを2013年度比、46% 削減するという表明を出したということも聞きました。これまでの話を聞いて、まずこの現状をしっかり私たち一人一人が知ること、そして何ができるかを、何ができるか、そして行動することが早急に求められていると改めて感じました。どうも今日はありがとうございます。それでは環境学習の前半を終了いたします。白木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さて、後半は設楽さんよりコープ商品におけるプラスチック対応、暮らしの中でできることについてお話しいただきます。